皆さんこんにちは、常葉大学健康プロデュース学部健康心理学科の村上隆之です、今日は皆さんと一緒に家族と一緒に、肩こりケアということで、授業をさせていただきます。どうか皆さん親子で、やっていただけるようによろしくお願いします。今日の目的です、まず最初に家族のコミュニケーションの円滑化と書いてあるんですけど、親子でね、やるって書いてあるんですけど、普段はいろいろ言えないことも、肩を揉んだりとかしていると、喋れることもあるかと思います、実際言葉だけじゃなくてね、触れるっていうことが、コミュニケーションとの上では重要かなと思います。あと親子になってるんですけど、おじいちゃんとかおばあちゃんとかね、その、親子だけじゃなくて3世代、4世代にわたってやってもらうといいかなと思います。それから、子供が親御さんにやるだけじゃなくて、親御さんが子供にね、やるっていうのが大事かなと思ってます。それからですね、2つ目に新型コロナウイルス感染の外出自粛による運動不足の解消ということで、コロナウイルスね、今回ちょっとオープンキャンパスできなくなっちゃったんですけれども、外に出ないということで体がすごいなまってきますね、そうすると体調不良にもつながるので、ぜひこの機会にですね、都合しどんな場所になるのかなっていうのを覚えてもらったら大事です。ということで学びのポイントとしては、今回肩こりに、ね、特化するように、してますけれども、肩こりとか肘とか、それと上肢のことについて、筋肉とか都合について勉強してもらって、実際に体に触って確かめてみるっていうのを一度やってもらいたいなと思っています。次はですね、都合の仕方と探し方っていうのをちょっと教えたいなと思います。都合は、触れるとか押すとか離すっていうね、一連の動作でやってもらうといいかなと思います。本当は、ここの都合がねちょっと悪いかなとかっていう時に、探すために押したりとか、するのが大事なんですけど、それも含めてですね、触れる、押す、離すっていうのを、大体5秒くらいかけてやってもらいたいなと思います。都合にですね、左の図のように、皮膚の上に親指を立ててもらって、最初にね、いきなりやるんじゃなくて触れるぐらいにしておきます。それで患者さんがね、こう準備できたぐらいの、一息入れるぐらいのところで、そこから5秒間ゆっくり垂直に親指を押していきます。で、1、2、3、4、5と、心の中でね、ゆっくり5秒ぐらい、数えてください。そしたら急に流すんじゃなくて、また押しゆっくり押したのと同時に、1、2、3、4、5というぐらいの感じで、時間をかけてですね、離していただく。そうやってやってもらうと、すごい気持ちがよくね、いいかなと思います。あと、上級編としては、一番右の図のように、下に何か硬いぞとか、痛いぞとかですね、そういったものがあれば、ちょっと指をね、グリグリと押してあげると、指輪の効果が出るかなと、痛気持ちぐらいの感じで押してもらうと、効果が出るかなと思います。これをちょっとね、次、一つ都合で自分でやっていきたいなと思います。それではですね、手にあるよく使うツボの合格っていうところがあるので、そちらでツボ押しの練習をしてみましょう。これは自分でね、まずやってみてください。合格の位置は、人差し指の付け根のところを触ると骨がねありますので、その骨のちょうど真ん中ぐらいになります。また やってみますので、ちょっと確認してみてください。はい、では、先ほど言った合谷の場所ですね、人差し指のこの付け根の部分、ここに骨がありますので、この真ん中あたりに合谷というツボを取ってください。で、押すときなんですけども、こう押すんじゃなくて反対側からこうかかるようにして親指でね、押さえてみてください。それで先ほど言ったように軽く最初は触れて5秒間1、2、3、4、5でゆっくり押してもらって、今度離すときも1、2、3、4、5、はい、このようにね、ゆっくり、これからのツボも押してあげてください。はい、でそれでは最初に、肩こりのところのツボを3つ紹介したいと思います。1つ目が牽制というツボです。肩に糸と書いて牽制と言います。でこれは、首の付け根ですね、首の付け根と、肩の外側の部分、その間に位置するものです。で2つ目は肩中流と言いまして、首の付け根なんですけども、肩線よりもちょっとやや下のところから、背骨のところから少し外側に、
というところになります。ここも押すと気持ちいいかなと思います。それから転送、転送は肩甲骨の上に、ね、あります。また、詳しくご紹介していきます。じゃあ実際に、ね、やっていきます。今日は、被験者と施術者を、うちの、ゼミ生の女の子がちょっとやってくれます。じゃあ最初に転生なんですけど、今この首の付け根のね、ところを触っています。それから肩の外側を こ, でこれを結んだちょうど真ん中、ここにね転生を持っていきます。で、肩注意はもうちょっと下、斜め下あたりですね。骨のちょっともう一個ポコッとこう出てるところがあるんで、そこの下の、外側、だいたい親指2個分ぐらいのところに持ってきてください。で、転送っていうのはここに肩甲骨がありますので、その下のところ、一番ど真ん中に、転送というツボをだいたい取ってください。多少ずれてもね、気持ちいいところを探してやってもらったらいいかなと思います。じゃあ5秒ずつで、押してもらいますので、一緒に画面の皆さんも一緒にやってみてください。じゃあ1、2、3、4、5、で離してみて、離してみます。1、2、3、4、5、はい、じゃあ次肩注意をねやっていきます。5秒で押してください。1、2、3、4、5、でゆっくり、で、まあ、離してもいい。じゃあ、肩注意ね、やっていきます。5秒して、また5秒で離すっていうのをゆっくりね、やっていってください。じゃあ、どうぞ。1、2、3、4、5、で、押さえたらゆっくり離す。1、2、3、4、5、はい。じゃあ、転送も、同じようにやっていきます。1、2、3、4、5、はい。じゃあ、5秒間。1、2、3、4、5、はい。1、2、3、4、5、で離す。で、今右側だけやったんですけども、両側ね、いっぺんにやってもらっても構わないですし、1回ずつじゃなくて、まあ、3回ぐらい繰り返してもいいかなと思います。ちょっと動画を繰り返し見てもらって、タイミングをね、ちょっと測って、自分の心の中で5秒ずつ、数えてですね、ゆっくり押したり、離したりっていうのをしてもらえれば、まあ、大体うまくいくんじゃないかなと思います。手のひらにあるツボについてご紹介したいと思います。手のひらのツボを、ね、3つ紹介させてもらいます。2つ目が魚山といいまして、親指の付け根にあるツボですね、そちらの方になります。それから2つ目は老朽というツボで、3つ目が勝負というツボです。で、またご紹介しますけど、ツボの取り方としては手のひらになるんですけど、で手を、ね、ギュッと握ってもらって、手のひらにつくところ、人差し指と中指の間が老朽、小指と薬指の間が小指になります。これを中心にですね、ちょっと手のひらを、ケアしていきたいと思います。はい、じゃあ実際の体で、ね、ツボの位置を見ていきます。この親指の付け根、ここがね、魚鰓になります。それから老朽というのは手をこう曲げてもらってるんですけども、この人差し指と中指のちょうど、手のひらに当たるところに老朽を取ってください。で、その横ですね、小指と、薬指の間、この辺に小指っていうのを取っていきます。このツボをね、中心にやっていきます。で、じゃあお願いします。で、手のツボを持つときにはこのように、小指と親指をまあ、挟むような形で、自分のやる方の小指と薬指で挟んでもらってやると、しっかりね、手を固定できていいかなと思います。じゃあ、3つ押してみてください。はい、1、2、3、4、5。はい、1、2、3、4、5。ゆっくりね、抜いていきましょう。じゃあ、ローキーいきましょうか。そうですね、はい、1、2、3、4、5。で離す。1、2、3、4、5。そのままちょっと小指側に移動して勝負。はい、1、2、3、4、5。はい、ゆっくり離す。1、2、3、4、5。
はい、で、基本のね、そこをこあどうぞやってください。じゃあやってみてください。こう近くの、ところ、ツボに限らずですね、ちょっと、揉んでいくといいかなと思います。先ほどはちょっと5秒ずつゆっくりやったんですけども、まあ、こうやって少し早めにやってみたりするのも気持ちいいかなと思います。あとはちょっと回してみたり、こうただ下の方向にやるだけじゃなくて、重熱といってこうのの字を書きながら、やっていくやり方もあります。それで全体の手を、ほぐしてあげる、筋肉をほぐしてあげると、とても気持ちいいので、ぜひ、交代交代でねやってみてください。はい、皆さんお疲れ様でした。今日は、どうでしたか。まあ、初めてやった人もね、いるかなと思うんですけど、ゆっくりやってもらう方が、多分気持ちいいと思うので、ぜひ、あんまりね、せかせかしないで、ゆっくりやってあげてください。それで、やってもらってる方が、気持ちいいとか、痛いよとか、いろいろやってる人に言ってあげてください。あんまり我慢する必要ないと思います。で、いくつかちょっと気になる点というか、気をつけていただく点をね、紹介しております。まず最初に体調不良の場合は、やらないでください。皆さんは、まあ、ちょっといろんな勉強にしてるわけではないので、まあ、もし何か変なことがあったら、まあ、ちょっと対応ができないと思うので、まあ、特にそんな危険な施術ではないんですけれども、体調不良がありましたらあまりやらないようにしてください。で、時間は10分ほどで終了してくださいっていうのは、これをずっとやってるとですね、やっぱり、ね、刺激が強すぎてしまって、あとはその足りない場合じゃなくて、今度、薬もそうなんですけど、飲みすぎも良くないんですよね。ツボの仕方もやりすぎると良くない場合がありますので、まあ、目安10分ぐらいで、ちょっと一旦終了してみてください。で、押す力をですね、一旦気持ちいい程度でやってください。まあ、先ほど5秒間ずつぐらいゆっくり押し込んでますけど、下にもっと、5秒以内にですね、硬いものがあれば、それ以上押し込まないようにしてください。痛いというと体が逆にね、硬くなってしまって、リラックスできないようになってしまいます。で、1番目でもそうなんですけども、やってる途中にちょっと具合が悪くなるっていうことがあります。今日は椅子に座った形でね、こういうのを座位っていうんですけども、椅子で座った形でやりました。で、こういう時には、血がね、下がってきてしまって貧血になりやすいです。普通の治療ですと、まあ、椅子に座る場合もあるんですけど、ほとんどがベッドに寝ていただいてやるような形になるので、まあ、ちょっとね、刺激に弱い人は貧血気味になってしまうといけないので、そういう風になってしまったらすぐ横になって、ね、休んでください。手術を中止してください。で、もし子供さんがね、やっている場合はですね、すぐに近くの大人の人を呼んでですね、まあ、ちょっと様子を見てもらうようにしてください。ぜひ、まあ、気持ちいいことなので、まあ、楽しくて不自由のないようにやっていただけたらいいかなと思います。それでは、今日はこの動画を見ていただいてありがとうございました。また、来年以降ですね、本当なキッズオープンキャンパスで会える日を楽しみにしています。ありがとうございました。